します。はい。はい。はい。おはようございます。はい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 、こちらのコーナーですけれども、はい、アイサイトと言います。はい、ここにカメラが2つついてるんですね、はい。この2つのカメラが前を監視していろんなことをしてくれるんですが、はい、今回はその中でプリクラッシュブレーキ、ぶつかる前にかかる自動のブレーキを体感していただきます。はい、危なくはないんですけども、テレビでやってたようなブレーキになりますので、はい、少しきつめのブレーキを構えてて、はい、じゃあ、1回行きますね。はい、はい、行きます。はい、はい、出せね、行きます。おぉ、40センチぐらいですか。だいたい今のだと、感覚的ですよ。はい、70センチぐらい。ああ、70センチぐらい。はい、で、これあくまで、はい、こう緊急ですね、はい、緊急のブレーキです。普段普通に運転している中では使わないでですね、ぶつかりそうな時にあくまで僕、安全の補助装置だと思ってください。限界もありますので、あくまでご自分で安全を確保することが大前提です。はい、ではもう一度やってますんで、はい、もしよければ、はい、私が使ったようにも含めてご覧になってください。はいはい、では行きます。はい、はい、惰性で行きますよ。おー、こんな感じで止まります。すごい、はい、すごいなでアイサイトはこの他にも、はい、ハンドルさえきちんと操作していただければアクセルもブレーキも使わずに前の車についていく通常機能なんかもありますので、はいはい、ぜひとも便利な機能を使っていただきたいんですが、はい、プリクラッシュブレーキはですね、まあ、できればここだけにしていただいて、実際には使わない方がいい機能と。そうですね、はい、よろしいでしょうか。はい。